吸血鬼が出てくる映画ではなくて、加害者と被害者っていう関係の中で憎み合わない関係の物語って作れないかなと思って、まあ、それが一番最初のイメージだったんですけど、血を飲みたくてしょうがない男が自殺したいっていう人たちと知り合いになって、まあ、死ぬなら血が欲しいみたいな話で助け合うような関係になっていくというか、まあ、ちょっと変わったまあ、人間関係を描いてる話です。あ、こんなところにもこんな人間関係があるのかなっていうのを、まあ、僕自身も驚きながらあの物語を作っていったんですけど、なんかそこを楽しんでもらえたらと思います。